こんにちは、すみやです。昨日はね、ドブソニアン望遠鏡で月面 X を見ました。この後ね、昨日の星空ライブで月面 X を撮ったダイジェストをお見せしますので、ぜひご覧ください。どうぞ。すでに X の字が綺麗にできていますね。右の月面の左上に月面 X が見えています。右端の白い盾の筋はアルタイ壁です。火星の人面岩もそうですけど、自然のこういう面白いビジュアルって、見てて楽しいですね。そうですね。今日の気流はどうですか？すごい強風です。こっちもです。明日から雪が本格的に降るそうです。関西。それは大変ですね。さすがドブソニアンですね。強風でも素晴らしい写り。月面ライブスタッキングで撮影しています。ドブソニアン望遠鏡で検索。何やこれ、めっちゃかっこええやん。こんばんは。あ、今日月面 X じゃん。わ、ありがとうございます。 X 右の波打っている白い筋はアルタイ断崖です。その上に直線的なクレーターの並びが見えています。中兄弟の弟が落ちた崖？アルタイ断崖。さっき調べてみたらモンゴルのアルタイ山脈がモデルだそうですね。高校世界史で出てくる用語です。そうなんですね。月にもモンゴルの地名がついているのですね。ヒビトが落っこちたのはクレーターでした。なるほど。そうなんですね。月面 X の画面の一番下、月面にミジンコがいます。ミジンコの左に槍を持った人が歩いています。槍投げ戦士かもしれませんね。で、今ね、シースター S30 で太陽を撮ってますが、昨日もね、 S30 で月面 X はなかなかね、解像度の点でドブソニアンほど綺麗には見えないっていうか、ほとんど見えなかったんですが、それ以上にね、すごい強風だったので、シースター S30 がね、風に煽られて、月がブレブレという状況で撮影していました。はい。まあ、ドブソニアンもね、風の影響をものすごく受けるんですが、しかし、月面ライブスタックを使うとね、その揺れてる中でも、画像を積み重ねてくれるので、非常に鮮明な月面 X が見えてましたね。はい。もうちょっと風がなければ、もっと鮮明な月面 X が見えたと思いますが、あの強風の中で、シースター S30 がこんなに揺れている画像の中で、ドブソニアン望遠鏡、頑張ってね、月面 X の撮影で使えました。はい。で、今ね、シースター S30 で太陽を撮ってますので、はい。太陽映ってるじゃん、ちゃんと。はい。で、これ邪魔なので、2倍にしてみましょうか。あー、黒点がすごい。よく見えますね。ちょっとオートフォーカスやってみようか。はい。はい。オートフォーカスできました。ターゲット補正を有効にする。はい。うん。なかなかいい感じで見えてますね。太陽を2倍にしてもね、ほとんど揺れてないんですが、昨日は月2倍にするとね、めちゃくちゃ揺れてました。はい。まあ、こんな感じですね。シースター S30 でね、鳥の追跡とか飛行機の追跡もできるようなんですが、まだね、実際にやってみたことがないんですけれども、ドワーフ3はね、何回かやってるので、もう慣れてきましたっていうか、勝手に探してくれるので、いちいちね、どこに飛行機とか鳥がいるとか、別に考えなくても自分であちこち探してくれるんですね。ただUFO 追跡モードにするとね、動いている雲を UFO と間違えてトラッキングしたりするというね。そうだ、飛行機をね、追跡してくれていました。ちょっと見てみましょうか。ドワーフを立ち上げて、はい、つなぎました。このアルバムはどこだ？アルバムあった。はい。
アルバムの中にいっぱいあるけども、これかな？これがね、よく撮れてたような気が。ああ、再生できた。はい。こういう感じでね、尾翼を見るとアナって書いてますね。全日空の飛行機がちゃんと写ってますね。はい。で、これ実際にね、撮影している場面とか、それから撮影した画像があるので、後で見てもらいますね。はい。こんな感じで、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えい、えい、えい、えいと。